ません。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のグレイエキスポではですね、なんと変わらないグレイを見せたいなと思います。はい、過去のエキスポのように人数とかそういった記録みたいな感じじゃなくて、たくさんの夢の詰まってるものなんじゃないかなということで、それで今回は、そうですね、そういったお祭りの要素もたくさん増やしていきたいなと思ってます。さあ、本邦初公開になるんですが、グレイエキスポ2014の実はライブロゴ出来上がってあります。皆さんご注目ください。こちらです。実はこれ、ロゴをデザインしたのはテルさんだということで。そうです。はい、これどういう思いがこちらには込められてますか？やっぱり一番最初にイメージしたのは東北六県っていうね。そう、それでその六県の県旗というのもありまして、県の旗がありまして、はい、その県旗を見ていくうちに、やっぱこういう、まあ、県を代表するのカラーを入れた、そのロゴを作ると多分みんな親しみを持ってくれるんじゃないかということで、東北六県のイメージカラーを、はい、そして東北六県がつながって、ね、これからこう、うん、みんなでまた復興を目指して頑張ってほしいという思いを込めて、はい、このロゴにしました。テルさん、若干ツイッターでネタバレしましたけど、正月にこれ、そう、いたずら書きでこう書いたら、このマーク実際できたんですよ。やった、いいのできたなということで、はい、ツイッターで上げたら、はい、スタッフからダメだよ出しちゃう。このグレーの東北エキスポ、これ前に控えているのがこれ20周年です。ではここからはその全貌をですね、皆様に初解禁したいと思います。まずはこちらからです。そうです、グレーは20周年3ヶ月連続リリースいたします。7月20周年50枚目、テルさん作詞作曲初のシングルブリーズリリース。タクローからはいつか、はい、シングルの曲書いてよって言われてたんですけども、俺はずっと断り続けてて、なんでめんどくさいっていうめんどくさいって言うなちょっとおかしい言葉がリーダー、矢面に立たされるのがね、ボーカルだからもうステージだけでいいよと。いやいや、矢面立たされてボーカルだと思うんですだから勘弁してくれってずっと言ってたんですけども、50枚目はやっぱりテレにっていうことで、そう、20周年のね、まあ、スタートラインとして頑張ってみようということ で、ね、はい、は記念すべき初めての曲紹介をテルさんご自身でお願いできますが、はい、今日ちょっとだけ皆さんお聞かせ、ね、いただくことができそうです。お願いいたします。はい、頑張りました。聞いてください。プリーズ新人か真夏の愛を抱きしめて溢れるときめきは恋の始まり、止まないで澄ませて目を閉じ唇を重ね合う二人、首筋滲んだ汗をたのり、指先触れ合った熱茶のままに、真夏の愛を抱きしめて溢れるときめきは恋の始まり、激しく残念です、はい、頑張ったね10年の月日が空いたにはやっぱり訳があるっていうのをですね、はい、この9月20日この宮城スタジアム、今4月1日から一目惚れスタジアムとかになるんです。あ、そうですね、そうですね、はい、はい、それをですね、あともうちょっと時間はありますが、はい、9月のその当日まで、きっちりとスタッフのみんなと協力して準備をして、そしてグレイエキスポの何たろうかをちょっと見せたいと思いますね。